藤原ダムは、群馬県利根郡水上町、藤原地崎一級河川、利根川本川上流部に建設されたダムである。国土交通省関東地方整備局が管理する、包み高九高94.5メートルの重力式、コンクリートダムで、利根川の地水都市都圏への利水を司る利根川上流ダム群の一つであり、最初に建設されたダムでもある。利根川水系に建設された、 多目的ダムでも50里りダムに次いで古い。ダム湖は藤原湖と呼ばれ、奥、ト根湖、ホラモト湖と共に奥ト根3湖を形成する。ダムが建設された藤原集落付近は戦前より群馬県による利根川下水統制計画や低新省東京電灯による奥ト根電源開発計画によってすでにダム計画が持ち上がっていた。当時は 現在の地点より上流、宝川が合流する幸い地地点に高さ50メートル級のダム計画が進められていた。同時に現在の焼沢ダム、須田海ダム地点にもダムが計画されており、この頃よりすでに利根川上流の3ダム計画が形を変えながらも構想されていた。だが、この構想を一変させたのが1947年のカスリーン台風である。 江戸幕府の利根川当選事業以降、利根川は大規模な河川改修が継続して行われていたが、水害もたびたび発生し、関東平野に被害を与えていた。明治以降も1937年の利根川改修増補計画など、河川改修は継続して行われたが、カスリーン台風は、その努力をあざけりうかのように、利根川に過去最悪の洪水をもたらした。 埼玉県北埼玉郡大利根町付近で派生した、利根川の濁流は、江戸川沿いに南下、ついに首都、東京都内にまで流入し、廃線でのダメージをさらに倍化させた。これを機に利根川の治水対策は、全面的な再検討を迫られたが、当時全国各地でも水害が頻発し政府は、本腰を入れて、治水対策に臨まねばならなくなった。 1949年経済安定本部の諮問機関河川調査会は全国主要重水系に対し物延部おさおが提唱した河水統制計画に基づく多目的ダム建設を柱とした河川改定改修計画を答申、強力な河川総合開発を求めた。当然、利根川も対象となり、これを受け建設省関東地方建設局は 利根川水系に9基のダムを建設する、利根川海底改修計画を1952年に立てた。利根川本川に3基、絹川流域に2基、赤谷川、東川、片品川、神奈川の水系主要河川にダムを建設し、利根川の洪水調節のほか戦後深刻さを増していた、電力需要の補給、さらに食料増産のための灌溉用水確保を図ろうとした。 その第一号として建設が計画されたのが藤原ダムである。すでに1948年から3年をかけて予備調査が行われ、地質や地盤等を調べた後に1951年より本格的な建設事業に着手することになった。だが、水没する給水場長藤原集落は当初はダム建設に対して理解を示す目も見せていたが、 その後予想以上に水没面積が大きいことが判明すると一転して強固な反対姿勢を見せた。当初の説明と食い違う水没面積に住民は建設省に対して不信を示し、首都圏の治水、利水のために自分たちが犠牲になることが納得できないとして建設省との対決姿勢を鮮明にした。建設省との保証交渉は全くの平行線をたどるどころか。 火を減るごとに、嫌悪さを増し、一時は膠着化の恐れもあった。最終的には、地元、群馬県知事の圧戦もあって1957年3月には、保証交渉も概ね妥結した。その後、建設工事は進展し1959年に、全事業は完成するに至った。だが、ダム建設によって、先日の藤原集落159個が、 ダム湖である藤原湖の底に沈むことになり、首都圏発展の尊い犠牲となった。ダムの目的は、第一に利根川の洪水調節である。利根川の過去最大の洪水流量である計画湖を、水流量を、地水基準点である伊勢崎市八戸市町点において、他の利根川上流ダム群と共に毎秒を1万7000トンから、 毎秒14000トンへと抑制させることが最大の目的となる。ダム地点では毎秒1270トンの計画降水流量を600トンに半減させる。また、利根川流域の農地に環境水利県分の農業用水を補給するため、これもまた他の利根川上流ダム群と合わせて埼玉県区市地点において毎秒140トンを補給する。 不特定利水目的も有する。こうしたことから、ダムの管理については単独ではで行わず、前橋市にある国土交通省関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所によって、ダム軍が連動した系統的な管理が行われている。敷地内には、利根川ダム資料館もあり、ダムの役割や働きを学習することもできる。利水については当時に本発送電が分割されて、 発足したばかりであった東京電力による水力発電が目的であり、新機械混浪地への用水補給を図る考えや、上水道、工業用水道供給は目的に入っていない。これは当時治水を最重要課題として、河川改修を実施していたためであるが、厳密には、首都圏の水がめというわけではない。だが、首都圏の経済活動に、 重要なダムであり、夏季滑水の時期になると、天気予報などで貯水率の動向が報道される。水力発電に関しては、東京電力により藤原発電所が完成当時より稼働しているが、オイルショックによる原油価格高騰を機に、それまで火力発電が主力だった発電事業において、水力発電が再評価され、火力、原子力発電と連携した発電が行える。 用水発電を中心とした新たなる電源開発が全国的に盛んになった。東京電力は構造水力の割に未開発部分が多い、利根川水系の水力発電に注力し、その中で沼田市場、ホッチ町丹原地点を新規電源開発地点に定めた。これが1973年より、 建設事業がスタートした丹原発電所であり、薄根川の右支線であるホッチ川に丹原ダムを建設。ダムによってできる丹原港、上池、藤原港、下池とする利根川水系では初の巡洋水式発電所を計画した。これ以前の用水発電は主に河川の自然な流水を利用した自流混合式用水発電か。 巡洋水式の場合では発電専用ダムを同時に2機、建設して用水発電を行うという方法をとっていた。発電用以外のダムに後から巡洋水式発電を付加した例で見れば、電源開発の沼原発電所や関西電力の汽船山発電所がある。だが、下池に偽された藤原ダム、藤原湖を管理する建設省は、東京電力が求めた藤原湖の 発電用水利権申請を却下した。すでに、利根川水系ダムの中核的存在として、稼働している藤原ダムの貯水池を、揚水発電のために新規に利用するということは、すでに、設定されている有効貯水容量を大幅に変更することになる。すなわち洪水調節容量や、灌溉容量の大幅な変更が不可欠となるが、藤原ダムは、 他の利根川水系ダム群と総合管理を行っているため、安易に変更を行うとと根川の地水系核全体に影響を及ぼす。従って、治水を最優先に行うのが多目的ダムである、藤原ダムの目的である以上、洪水調節容量の確保に影響を与える、新規利水の水利検申請は容易に許認可できるものではなかったのである。これに対し東京電力は、 電力行政を管轄する通商産業省、公益事業局水力課に調停を依頼した。通商産業省は、すでに、第四次発電水力調査計画において、河川総合開発事業と一体化した水力電源開発の遂行を掲げていた背景があったため、東京電力とともに、利根川水系総合開発の観点から再三に、渡り、建設省と接触、説得した。 その結果建設省も治水・利水機能に影響を及ぼさない範囲で藤原湖利用の認可を下した。こうした曲折を経て丹原発電所は1981年に完成した。藤原湖は発電所の下部調整地として上部調整地である丹原湖と発電用水を融通しており、認可出力120万キロワットの電力を生み出し首都圏の電力事情に応えている。 利根川海底改修計画による利根川上流のダム計画はその後いくつかの変遷があり当初より計画のあった八木沢ダム、相又ダム、その原ダムはそのまま完成した。神奈川の坂原ダムはその後下流にダム地点が移され下久保ダムとなった。これらのダムは規模に多少の変動があったもののほぼ当初の計画通り完成している。一方、 当初と根川海底改修計画の中心事業であった岩本ダムは1959年に総貯水容量8億トンという日本最大の多目的ダム計画沼田ダム計画として大幅な計画改定が行われたが沼田市や群馬県は反対し1972年に計画中止となったこの間本庄ダム計画や後総ダム計画などが浮かんでは消え 最終的には、奈良又ダム、草木ダムが完成。さらに、足尾高毒事件の解決目的で建設された、渡瀬せ遊水地の多目的貯水地化を図って、上水道目的を付加し、現在の利根川上流ダム群となった。2005年、国土交通省は、利根川水系のダム群を再編し、治水、利水機能の効率性を高めることを目的に、 利根川上流ダム軍再編事業というダム再開発事業に着手した背景には水需要が横ばいになる一方で地球温暖化による異常渇水そして過去に例のない激烈な豪雨による水害が毎年多発していることがある首都東京への影響が著しい利根川の洪水や渇水に対処するためダムの有効調水容量の変更や新規ダム 有水池の建設、さらに季節ダムのかさ上げといったあらゆる検討がなされた。その結果、その原ダム、下久保ダムとともに藤原ダムがダム再開発事業の対象となり、ダム本体をかさ上げすることで、貯水容量の増加を図るとして2006年に、利根川整備の基本指針である、利根川河川整備基本計画において決定した。現在は予備調査を行っている段階である。 放流中の藤原ダムダムによってできた藤原湖は、奥、と猫ホラモト湖とともに、奥とに3湖を形成している。ダムの上流には、や、久は、津田街、奈良股の3ダムがあり、首都圏の数要な水源を形成している。また近隣には、水上温泉、宝川温泉、湯の子屋温泉があり、一大温泉地として多くの観光客で賑わう。 毎年雪解けのシーズンになると、ダムから雪解け水が勢いよく放流され、その豪快な景観は訪れるものを引きつける。また、毎年6月頃になると、ヤキサーダムとナラマタダムの試験放流が実施されるため、下流にある藤原ダムも放流を行う。このため春から初夏にかけては、利根川上流の4ダムが豪快な放流を行うため、 普段非常用の洪水吐きからの放流を行わない、ダムが放流する珍しい機械を目にすることができる。藤原ダムへは、関越自動車道、水上インターチェンジより、国道291号を、湯比温泉方面へと進み、大穴付近で、群馬県道63号水上片品線へ曲がり、直進する。途中で、宝川温泉方面へ向かうバイパス道路があるが、それを曲がらず、 県道を直進する。右手に東京電力小森ダムを見ながら進むと、やがて藤原ダムの停滞が見えてくる。手前で丹原発電所方面へ下る道路があるが、これを下ると真下から藤原ダムを仰ぎ見ることができ、放流の際には特に豪快な風景を目の当たりにできる。公共交通機関では JR 上越線、湯木駅が最寄りの下車駅となる。 ありがとうございます。